こんにちは、ちびありことのなすありさです。実は私短大を出て OL として社会人にすぐなったんですけれども、今は独立してフリーランスとして働いています。 OL の時と比べると本当に180度違った生活になっているので、今回は会社勤めで働くのとフリーランスで働くのと違いについてですね、メリットデメリットを私の実体験からお話ししようと思いますので、皆さん自分に合った働き方がどっちの働き方なのか、よかったら考えてみてください。人によって会社勤めの方が合っている人、そうでない人がいると思いますので、ちょっとでも参考になったら嬉しいです。やっぱり大半の人が思っている理由と同じなんですけど、世間からの目であったりとか、親からの期待だったり、あと固定給っていうところの安心感がありますよね。あとは将来の安定感とか、みんなね、会社勤めするから私もするみたいな感じだったんですね。社会人も経験しとかないといけないしっていう、本当に事務作業が好きとか、これになりたいとかっていうわけではなかったので、本当に大学にいた他の子たちと同じように就活をして面接を受けて、同じように就職っていう感じで決まったところにね、就職をしたんですね。強いて言うならば、就活中っていうのは結構皆さんね、大変だとかネガティブになりがちなんですけど、私はもう本当にいろんな業種の話が聞けるのがすごく楽しくて面白かったので、あと面接もオーディションみたいな感じで自己発見ができるので、楽しみながらね、就活はしていました。結局推薦で決まったところに就職することになったんですけれども、決めてっていうのもとりあえず近いからっていう感じだったんですよ。一応ネームバリューもある程度あるし、親も安心するだろうっていうところで決めました。本当にびっくりするぐらい今の私と真逆のタイプの考え方。 OL のメリットとしては、やることをやれば仕事が終わるっていうところだと思うんですよ。あとお金の変動とかも特にないので、いかに仕事を早く終わらせるかが鍵かなと思います。年々ね、やっぱりちょっとこう上がってったりとかそういうのはあるんですけど、本当にある程度決まった月給制なので、やらない方が勝ちみたいなね、感じで思ってましたね。だから定時まで、本当は暇なんだけど、ちょっと忙しそうなふりをしていたりとか、っていうこともありましたし、逆に月末月初とか、もう忙しくて仕事終わらないんだけど帰らなきゃいけないとか、そんなこともありました。で、大体毎日ほぼ同じことをします。楽しみだったのが、仕事後にクラブに行って踊りまくることとか、あと、買い物とか。で、週末は当時、東京の芸能事務所に入ってて、そこのレッスンにね、新幹線で通ってたことがあって、本当にそれが唯一の楽しみみたいな感じでしたね。結局ストレスでお金を使っちゃってて、あんまり当時に貯めれてなかったです。あとは同期とか部署の同じ部署のメンバーとご飯に行って、仕事の愚痴を言い合うみたいなね、そんな感じだったんですね。で、社員旅行とかも、初めて海外に連れてってもらって、それなりにね、やっぱり楽しかったです。ただ何も考えなくても毎日が進んでいきます。決まったことをこなすだけ。本当に先輩 OL たちを見てても同じだったんですね。で、大体の人が結婚して辞めるか、もしくは出産後とかに復帰して、いわゆるおつぼね様みたいな感じで言われて、みんなから敬遠されてるかみたいな、本当にそんなね、ザ OL みたいな生活だったんですよ。でも何にもね、考えることなく、目の前のことをただ単にね、こなしていけばお金が一定量もらえるっていう、それがメリットでもあるんですけど、私にとって苦痛になってきたんですね。自分の頭で考えて仕事をするっていうことをしなくなってしまって、だってしたとしてもお金変わらないんですもん。数年後の自分の将来とかが見えてきちゃったんですよ。もう想像できちゃう。で、毎日本当に同じことを繰り返して時間だけが過ぎていく。で、これ多分大変な仕事をね、してる方からすると、そんななんか何もしなくてもお金もらえてるみたいな感じでいいじゃんっていう風にね、実際に言われたことあります、そういう風に。でも、だんだんと私にとってはね、それが苦痛になってきたんですね。じゃ、なぜ苦痛になったのかと思います。一番の理由は、自分の他の可能性を考えてしまったからなんです。もしかしたら、やりたいと思ってた営業の仕事をしたら、今の給料の倍以上稼げるかもしれない。もしかしたらアメリカで女優をやってるかもしれない。果たしてこのまま数年、いや一生このまま終えていいのだろうかっていうふうに思っちゃったんですよ。私の人生これが本当に望んでみたものなのかなとか。でも実際ね、とはいえども、そんな私が言ってる女優とか営業の仕事とかって、もう本当に夢の世界だから、現実ってこんなもんなのかなとか、いろいろね、本当に葛藤しました。親とか友人とかにさ、相談したところで、責任的にね、
考えてみてください。一応年配り前大手企業にね勤めさせてもらっているわけなので、そんな素晴らしいことないじゃん、それやめてどうするのみたいな風に言われるって、もうなんか分かってた、なんか夢を追ってバカみたいっていう風に思われるだろうな、そう思われるに決まってるなっていう風に思ってて、だからねもう誰にも相談できずに本当にもう葛藤し続けてるうくうちに仕事がどん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 苦痛になってきました。ちょうどその時にその会社自体が通勤時間が20分ぐらいのところだったのが、もう移動になっちゃって1時間とかかかるようになってしまったんですね。さらにで当時のその会社って本当に男性社会だったので、規則とかがすごく厳しくて、ネイルとかイヤリングとかの規則も厳しいし、結構セクハラまがいのこととかもあったので、もう何も考えずにそういうふうに淡々と進んでいく毎日にもうなんか限界が私も近づいてきてしまったんですね。仕事中にこっそりこう自腹で買ってきた雑誌のねプレジデントとかで、それで営業とか仕事について今日勉強したりとか、あと会社のね日経新聞とかで当時株勉強してたんで、その株とかを見てそうやって気紛らわせてたんですよ。でだんだん本当に会社に行くたびにお腹痛いみたいになってしまって、私学校大好きだったから登校拒否とかする子の気持ちが分かんなかったんだけど、その時初めて分かったね。行こうとしたらお腹痛くなるみたいな。元から生理痛があんまりね軽い方ではなかったんですけど、その時に本当にどん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 生理痛も悪化してきてしまって、でその時に思ったのが、このまま私意識なくなって倒れたりとか入院したりしないかな、そうすれば仕事行かなくて済むのにとかまで思っちゃったんですよ。もうこれ病んでますよね。まだあるんです。決定打となったのが、もう本当にねちょっとこれ言うの恥ずかしいんですけど、本当にもうある日ね、うなされて目が覚めたらおねしょしてたんですよ。二十歳過ぎた大人が布団でおもらしするってもう異常じゃん。でもちろん私小さい時以来ね、そんな おもらしすることなんてなかったので、もうその時私は精神的なところから体力的なところ、体のところまでもう限界が来てるんだなっていう風に感じてしまって、もう本当にね誰にもねついに相談することなく、一応お話があるんですけどやめたいということを伝えました。それからもちろん部長もね結構いい方だったので引き止めていただいたりとかもしたんですけど、まあ急にね辞める日をやっぱり会社の都合とかで決められてしまって、まあトントン拍子でまあ話が進んでいって、まあ、ついにね辞めることができたわけですね。じゃあこれからどうするかってなった時に、一つは、まあ、やりたかった営業のね仕事をバイトで募集してるのを見つけて、まあそこで働くことにしたんですけど、ここで大事なポイントがですね、私会社勤めをせずにバイトを選んだんですよ。なぜかと思いますか？たくさん働きたかったからです。一つの会社に勤めてしまうともうそこでしか働けない。でもバイトだったらいくつも掛け持ちができるじゃないですか。まあ、それが理由です。で、まあ、当時ね本当に親にも言わずに辞めてしまったため、OL の時の給料以上のもの稼ぎを出してから仕事辞めたっていうことを明かそうって思ってたんで、もう必死でしたね。まあ、会社勤めしなくてもこんだけ稼げるから大丈夫だよって言って、安心してねっていう風に言いたかったから、そう言えるのを目指して本当にバイトを3つ掛け持ちでやってましたね。会社辞めてからバイトが始まるまでちょっと空白の期間があったので、その時は本当に保険的な意味で資格の勉強もしました。とりあえずなんか資格取っといた方がいいのかなっていう風に思ってて、当時ねでカラーコーディネーターと食生活アドバイザーっていうね、もうすぐ取れそうな資格の勉強を始めました。でどうせその時家をね朝出て会社行ってるふりをして、で夕方帰ってくるっていう生活だったんで、まあどうせ外でね勉強するのはちょうどいいかなっていうふうにも思ったんですね。もうまさになんか漫画とかでありそうな、リストラされたことを家族に言えずに公園でブラブラするサラリーマンみたいな、そんな気持ちでしたね当時。でそこからまあ営業の仕事を3つ掛け持ちして、まあ、休みもほぼなかったんですけど、やっぱり OL の時にね感じたような辛さっていうのはなかったんですね。まあ、仕事がもちろん思うようにいかないこととか辛いこととかはもちろんあったんですけれども、まあ終わりの時になかったやりがいっていうのをすごく感じるようになって、私にとってもその働き方っていうのにハマっていったんですよ。でフリーランスのメリットについてなんですけど、まあそこからですね私はいろんな経験をして、実際にねアメリカに行って女優をやったりとかいろいろね本当にあったんですけど、まあ今回ちょっとそこは省かせていただきます。まあ結局5年後独立することができました。まあ本当に SNS のね仕事とか、それこそ本当に営業とか広告代行とか、あとまあ英語を教える仕事とかの関係でですね、企業と提携させていただいたりとかして、
まあ今4年そこからね独立してから経った今もですね、フリーランスとして生活させていただくことができてるんですね。それって本当に YouTube で応援してくれてる人があっての今の私の生活だと思いますし、本当にこんな生意気なね私を信じて提携していただいた企業さんのおかげだなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、フリーランスになった今言えることがいくつかあるんですね。フリーランスのメリットっていうのは自由っていう点につきます。でその代わり責任がついてきます。まあ、フリーランスって本当は基本的に自由な時間だし、自分で何でも決めれる、どの仕事やるかとかも決めれるし選べれる、で稼ぐ金額っていうのも自分次第なんですね。だけど責任がついてきます。で実際、まあ、会社勤めしようかなって思ったことあります。なんかそっちの方が気持ち的に楽だしとかね、あります、あるんだけど、やっぱり自分が求めてることをやりたいっていう気持ちが強かったんですよね。今後も私もしかしたら自分のね仕事を補うためにバイトとかすることはあるかもしれないんだけど、多分会社勤めをするっていうのはねないと思いますね。最後に OL とねフリーランスの違いをですねまとめてみますと、こうなってきます。まず時間です。時間は OL は定時で帰れますよね。でフリーランスは短かったり長かったり、本当にその仕事が終わり次第って感じになってきます。休みも OL だったら会社が決めます。まあ絶対値で取れますよね、何日間も休んでくださいみたいな。フリーランスは自分で決めます。ただし休みがなくなることとかも全然ありますね。常に仕事のこと考えちゃったりとかする。あとお金に関しては、まあ、OL は決まった金額、会社勤めとか、まあ、どれだけ頑張っても変わらないだけど、まあ、年々上がることはもちろんあります。ただフリーランスは本当に自分次第、下がったり上がったりとかも全然するし、でも上限がないっていうのがねメリットかなと思います。やりがいに関しては OL は基本的には会社のためにね言われたことをやるって感じでした。フリーランスの場合は顧客とか自分のために自分で考えたことをやるっていう感じです。安定感とか安心感求めてて責任を負うのが嫌だなっていう人であれば会社勤めが合ってると思います。あとは趣味は趣味、仕事は仕事でこう切り替えをちゃんとしたい人とかは、まあ、会社勤めもねいいんじゃないかなとは思うんですけど、一方私みたいに本当にお金が決まってるといかにサボるか考えちゃったりとか、あと自由を求める人で責任を自分で取る覚悟があればフリーランスが向いてると思います。ちなみに私は断然今のフリーランスとしての働き方の方が気に入ってます。で、まあ、2つ経験したからこそ言えることだと思うんですけど、まあ、あのまま OL としてもし働き続けてたらと思うと本当に恐ろしいです。別にこれあの OL を否定してるわけじゃなくて、 OL っていう仕事が合う人ももちろんいると思うんですけど、私にとっては OL ではなくて今の働き方の方が合っていたので、本当に自分に合っている生き方っていうのができてなかったっていうのはすごく苦痛だと思うんですね。仕事を辞めて勇気出して辞めた自分をね本当に褒めてあげたいなって思う気持ちに今でもなります。世間の目を気にしてたところで、世間はそんなにあなたのことを見てないから。で、親の人生じゃなくて自分の人生でしょ。自分の可能性を捨ててまでそこにいたいっていう理由はありますか？もし自分で責任を取る覚悟が、まあ、覚悟ですよ覚悟、実際取れるか取れないか関係ない、そういう覚悟がねできたら自由になれます。でもしその覚悟がなかったら会社が責任を取ってくれるところにいた方がいいと思います、ぶっちゃけ。でも自分じゃどうしようもできないことの愚痴を言ってる人も多いじゃないですか。一人でもし悩んでる人がいたとしたら、自分を信じてあげて、自分の可能性を信じてあげてください。じゃあ今日のコメント返信コーナーの時間です。今日はですね、ニキビ跡をカバーする最強メイクコメントしていただいたハクさん、クレーターのニキビ跡ってメイクで消せるんですかっていうご質問なんですけれども、あの私も本当にニキビひどかった時にやっぱデコボコしちゃったりとかあったんですね。でぶっちゃけ、メイクで消せるかどうかって言ったら消せます、頑張れば。で何がいいかというと、もうコンシーラーですね断然。あとカバーマークのフローレスフィットは万能です。ただ単にこうパウダーとかだとデコボコがね消えないので、もう塗りつぶさないといけないんですよ。コンシーラーとか結構肌に負担はかかっちゃうと思うので、できればやりたくないんですけど、まあ、ちゃんと BB クリームとか下地をつけた上でですね、コンシーラーやって、その上でパウダーファンデでクレーターも消せました。今はね、結局ね、あのピーリングとかイオンドゥにやることで、だんだんそういうのも治ってきてはいるので、ぜひね、その辺もおすすめです。コメントしていただいた方、動画内でピックアップしてお返事しようと思いますので、ぜひ気軽にコメントしてください。フリーランスの仕事に興味あるよとかっていう方は、ぜひチャンネル登録して一緒に大人女子力上げていきましょう。では、See you!